タイレコードなるせです。ちょっと今日一人で出演ということでめちゃめちゃ緊張してますが、頑張っていきたいと思います。お、はい、で今日は、赤井の、あ、間違えましたありありなぜ赤井が出たのかアイオンオーディオの、レコードプレイヤープロ 500BT についての、まあ、紹介をしたいと思います。はい、はい、そうですね、一応このプレイヤーは普通のレコードプレイヤーみたいにこの RCA 端子でその出力することができるんですけど、まあ、その他に Bluetooth で出力ができたりっていう、まあ、レコードプレイヤーで、はい、まあ、そのこの RCA 出力もその普通レコードプレイヤーってフォノ出力じゃないですか、うん、まあ、それそのライン出力をすることができるので、はい、まあ、これとスピーカー、普通のアンプ内蔵スピーカーがあればそれだけで音楽をアナログレコード流せるっていう商品になりますね、うんうん、はい、なるほど、使いやすいってことですね。そうですね。じゃあ それでは一応イケメン部門なんで、はい、顔もアップしようかな。そのなんですか、そのシャイ的な感じ。はい、では、この箱を開けた状態で出すと、箱を開けて出すとこういう状態で入ってるんですけど、はい、まあ、ここからその組み立ての段階からじゃ説明していきたいと思います。はい、まず、こんな感じでテーブルが、プラッターっていうのが入ってます。はい、まあ、これがここにゴムがあるので、あ、まあ、これここに引っ掛けて回転させるんですね。これね、知らない人全然わかんないですよね。そうですね、まあ、これを指で引っ掛けて、はい、で、まあ、ここに乗せて、でこのモーターのところに引っ掛けてっていう風で、あ、これ完成ですね。そう、これ完成ですね。ちょっとわかりにくかったんでもう一回ゆっくりやりましょう。そうですね。まず黒いゴムが引っかかってると。そうですね、はい、で指で引っ掛けて掛けます。そう、引っ掛けた状態を裏から取らせてもいいか。はい、こうなってると。親指で引っ掛けてるわけですね。はい、ちょっと待って、ピンボケなんで、はい、親指で引っ掛けてます。はい、で、はい、そのままゆっくりこうかぶせると。かぶせますね。で、ここのモーターの部分にゴムを引っ掛けます。黒黒だからもう分かんない、ね、そうです、こっちから取るわ。はい、来ました。あの、はい、金色の分の向こう側に黒いゴムがいってるわけですよね。そうですね、はい、はい、で、その次に、まあ、このゴムマットをここに乗せて、で、まあ、完了っていう風にですね、はい、で、このプレイヤーのすごいところで、はい、このカートリッジが付属してるんですよ、はい、まあ、レコード読み取る部分ですね、はい、まあ、これがなんとオーディオテクニカさんのカートリッジが最初からついてきます。素晴らしい。もう少しこっちに背面を背を見せるように。背面ですか。こういうふうに、ん、こういうふうに、そうそうそう、あ、見えますかね。はいはいはい、いい感じですよね。結構こういう最初からついてるカートリッジとかってあんまりそのいいカートリッジとかってついてないことが多いんですけど、うんうんうん、まあ、こちらはもう最初からもう本当に高品質なカートリッジがついてるのでっていう感じですね。はい、じゃあこれも取り付けていきます。はい、刺すだけなんですか。そうですね、刺してここを回すだけですね。あ、はい、くるくる回す。で完了ですね。終わり。終わりですね。簡単ですね。簡単です、ね、はい、であとは、この電源ケーブルですね、はい、コンセントにつながっている電源ケーブルを、まあ、背面の電源端子につなげて、で、あとスピーカーのアンプ内蔵スピーカーにつながっているこの RCA ケーブルですね、はい、こちらを RCA 端子につなげます。これで音が出ると。そうですね、これで完了ですね、はい、で、ちょっと注意していただきたいのが、はい、このプリアンプってあるじゃないですか、はい、これが、オンになってるとそのアンプ内蔵スピーカーにその直でつないだ時に音が出るんですけど、はい、オフの時はあのフォノイコライザーが必要になってくるので、まあ、そこだけ注意が必要ですね、うんうん、今ちょっと分かりづらいですけどここに電源がオンオフがあるので、まあ、押し込むとオンになります、ね、はい、でこれで完了ですね、はい、はい、裏の電源を押しただけでは、まあ、回らないということですね、はい、で、まあ、そのじゃあ実際にレコードを流してみますか。はい、レコード取りに行きます。で、レコードの買い方の説明もした方がいいですね。まあ、ここにその
アームのロックがあるので、うんうん、まあ、このロック解除してまずそれやらないとダメだと。そうですね、はい、でまあ、これをその動く状態にしてここに針を乗せます。はい、で次にここにその回転のスタートストップがあるので、はい、まあ、こちら回していただくと、はい、テーブルが回転します。回り始めると。はい、なるほど。はい、で音も出ますね。そうですね。おお、一応この33回転と45回転の切り替えスイッチもあるので、はい、どちらの種類のレコードもまあ再生することは可能ですね。それ回転数ってレコードに大体書いてあるものなんですか？そうですね、書いてありますね。同じ数字にしないといけないってことですね。まあ、そうですね、基本的には。はい、まあ、あと細かいところの機能ですと、はい、まあ、このアーム、そのおお、そこね。そうですね、ここでそのアームレストですね。はいはい、はい、アームを上げ下げできるってことですね。そうですね、その、ま、手でこうやって合わせていくよりも、ま、確実に位置合わせがしやすい。なるほど。ちょっとそこをじゃあレバーでやってるところを分かりやすく横から撮りましょう。じゃあ2曲目の頭から入れるところで、はい、これ失敗するとなんかあれですね。いやいや、まあ、はい、今これアーム上がってる状態なんですよね。だから音は鳴りませんと。そうですね。ここでアームを下げると自動的に下がると。そうです、ちょうどいいところで。いいですね。はい、はい、あとはアンチスケーティングですね。はい、まあ、あの針がそのこっち側に戻ろうとする力を、うんうん、あの調整をすることができる。はい、なんかマニアックな調整機能ありますね。そうですね、まあ、基本的にこのかける振圧と同じ値をかけるんですけど、うんうん、振圧の説明もしてないじゃん。そうですね、振圧の調整もしないんですけど大丈夫ですかねこれ。動画の準備段階でしちゃったので。ああ、そうか。じゃあちょっと振圧調整とそれアンチスケートの調整を説明しましょうね。まず振圧なんですけど、はい、まあ、針が、まあ、ここのウェイトを回して針がこのアナログレコードと触れないように水平に、はい、アームが水平になるようにここで一旦調整をします、はい、でなったら、まあ、ここのダイヤルのゼロを合わせますね、まあ、この後ろと前で独立しているので、はい、の前のとこだけをゼロに合わせます、うんうん、でその後後ろのウェイトを回してこっちに近づくほどその振圧がかかるので、まあ、だいたいその 1. 何グラムとかに、まあ 1.5 とかですかね。ちょっとあのこのカートリッジの適正振圧調べてないので。なるほど、すいません。でも 1.5 くらいで合わせておきますね、うん、でまあこっちのアンチスケーティングも同じく1.5 に。それはこっちの 1.5 と同じ数字にするというルールがあるんですか？まあ、基本的にはそうですね。はい、はい、今それで振圧感が、まあ、調整が完了というふうで、うん、もう一回さっきのところからいきますか。はい、どうぞ。あ、じゃあ3曲目にしましょう、せっかくなんで。ああ、そうですね。はい、では3曲目で。はい、どうぞ。はい、で、アームを下げます。はい、うん、こんな感じで、はい、まあ、簡単にできますね。いいですね。まあ、音質もやっぱりそのオーディオテクニカさんのカートリッジなんで、うん、まあさすがの何ですよね、定番のメーカーさんのものなので、まあ、あの聞きやすいですよね。そうですね。あれ、これ水準器とかついてるって言ってなかったでしたっけ、さっき。そうでした。水準器がついてるんです。前後してしまいましたけども。そうだ、それいきましょう。はい、結構戻るんですけど、いや、いいっすね。テーブルの下に最初ですか。最初ですね、すいません、最初に戻ります。はい、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 ここに水準器がついてますね。ちょっとカメラで映りますかね。映ります。この真ん中にあの泡みたいなのがあるの見えますかね。これ水準器 の目的を最初に説明した方がいいですよ。なんで水準器がっていう。そっか、そのアナログプレイヤーは基本的にその水平にその設置しなければならないんですね。はい、まあ、それをその水準器を目安にしてその足場に何か物を入れたりして水平に調整したりをするんですけど、うんうんうん、まあ、そういった時に使う水準器が、まあ、その結構ついてないものとかも全然あるので、うん、まあ、そういうのは
別撮りの水準鏡をテーブルに置いて水平合わせたりとかするんですけど、これこっちか、違いますね、まあ、これはもう本体に内蔵されてるので、はい、まあ、若干今これ下に下がってるんですかね。そうですね、これ足回して水平合わせとかできない？できないですか、ね、水準器ついてるのに。できないですね。紙仕込んだ。そうですね、まあ、紙とか引いて、まあ、泡が真ん中に来るように合わせますね。はいはい、これが今、はい、あのだいたい泡がセンターに来てる。ちょっと ずらしましょうか。泡がずれた時どうなってるかっていうのが。そうですね、まあ、こんな感じにずれると泡が今右端に来てますね。そうですね、まあ、これで水平を確かめるっていう風で、なかなかピントが合わないですこれ。はい、はい、これで大体合ってるけど、まあ、少し傾いてるって感じですね。そうですね、であの足の下になんか紙挟んだりして水平出しすると、はい、はい、でさっきの通りですね、もう一回やりましょうか。そうですね、3度目の、まあ、ゴムを引っ掛けて、はい、親指に引っ掛けて、はい、でここですね、そうですね、これにゴムを引っ掛けるんですよ。はい、はい、どうぞ。見えますかね。はいはい、あ、今いい感じ、こんな感じで引っ掛けて、はい、回りますよね。